平野翔が YSL 店頭に登場。売り上げ爆上がり平野翔が YSL にもたらした革命的な影響とは、アジアを席巻する平野翔旋風。YSL アンバサダー就任でアジア市場はどう変わる。平野翔がアジアアンバサダーに選ばれたことは、彼のファンにとって大きな喜びとなりました。YSL、イブ・サンローランの店頭ビジュアルに登場する日本人初の人物となった平野は、 その美しいルックスと圧倒的な存在感で多くの人々の心をつかみました。特に彼が起用された新しいリップバーム、キャンディ・グローバームは瞬く間に話題となり、SNS 上ではファンたちが熱狂的に商品のレビューや購入報告を投稿しています。その熱狂ぶりは特に、A、X、イ旧ツイッターで顕著で、平野賞のファンたちは彼が使用しているリップバームの色、1B や秋らしい。 7B を求めて、全国の YSL 店舗に足を運んでいます。名古屋や表参道の YSL 店舗では、彼の大きなビジュアルに人々が足を止め、店頭には多くの人が集まりました。実際に、平野紫が店頭で展開されている様子を写真に収めようとするファンが増え、その一方で、デパート側は写真撮影のルールを設けていますが、それでもファンたちはしっかりと彼の姿を目に焼き付け、 喜びの声を上げています特に注目すべきは、今回のキャンペーンにより、YSL の売り上げが大幅に上昇することが予想される点です。平野翔の魅力が、化粧品という商品カテゴリーにおいて、特にリップバームのようなデイリーユースアイテムにどのような影響を与えているのかを探るのは興味深いことです。彼のファン層は、若い女性だけでなく、幅広い年齢層に及んでおり、 このことが YSL のようなラグジュアリーブランドにとって重要な市場拡大の鍵となっているのではないでしょうか。では、なぜ平野紫がこれほどまでに多くの人々を引きつけ、彼を通して YSL の製品がこれほど注目されるようになったのでしょうか。それは、彼のルックスだけでなく、彼が持つ自然体の魅力、そして彼が発信するメッセージの影響力が大きいといえます。平野紫がアンバサダーを務める YSL の製品には、 98%自然由来の成分がが使用されていいるという特徴がありますこの情報が発信された瞬間、多くのファンが自然由来なら安心して使えると感じ、試してみようと決意したとの声が寄せられています。これまで海外の化粧品に敏感だった人々や肌トラブルを避けたいと考える人々にとって、平野翔の推薦は大きな安心感をもたらしました。さらに 彼が選ばれた色や商品が持つ特別な意味も、ファンたちにとって魅力的です。例えば、1B のリップバームは、彼が実際に使用している色として知られ、ファンたちはこの色を手に入れることで、平野翔と少しでもつながりを感じられるという心理が働いているのかもしれません。また、ピンク系の色が唇の自然な色を引き立てるという点や、薄付きで使いやすいという製品の特性が、 多くの消費者にとって使い勝手の良いアイテムとして評価されています。また、平野翔がメイクをしても、女性的にならず、男性的な美しさを保ちながらも柔らかな魅力を放つ姿は、性別を問わず多くの人に共感を呼び起こします。特に YSL のビジュアルに映る彼の姿は、力強さとエレガンスが融合した独特の雰囲気を持ち、そのバランスが絶妙です。これにより、 YSL が持つブランドイメージ、つまりラグジュアリーでありながらも、現代的で先進的なスタイルが、さらに強調される結果となりました。平野翔を通して感じられる YSL のブランド力と、商品の持つ価値は、多くの消費者にとって新鮮であり、同時に親しみやすいものです。彼のファンたちは、ただ製品を購入するだけでなく、SNS 上でその感動を共有し合い、商品についての議論を深めています。 実際に彼が起用される前には YSL の商品に興味を持たなかった人々が今回のキャンペーンを通して新たにブランドに関心を持ち始めたという報告も多く見られます。しかしこの現象は単なるファンの消費行動にとどまらない可能性があります。現代の消費者は商品そのものの価値だけでなくその背景にあるストーリーやブランドとの感情的なつながりを求めています。 平野翔がアンバサダーとして ysl に加わったことで彼のファンだけでなくより多くの人々が ysl というブランドに対してポジティブなイメージを持ちブランドのメッセージに共感するようになったのですまた今回のキャンペーンで注目すべき点の一つとして平野翔が持つ影響力が彼自身のファン層にとどまらず化粧品業界全体にどのような影響を与えるかという問題があります 彼のような著名な男性がコスメブランドの顔になることで、化粧品のジェンダーに対する固定観念が変わりつつあるのです。かつて、メイクは主に女性のものであるというイメージが強かった一方で、近年では性別を問わず、自分を表現する手段としてメイクが広く受け入れられるようになってきています。平野翔が YSL の顔として登場したことで、このトレンドがさらに加速し、男性のメイクに対する意識が変わり、 よより多くの男性がメイクを楽しむように、なるかもしれませんさらにファンたちが自身のパーソナルカラーを大切にし始めたことも興味深いです。平野翔が使用しているリップバームを手に入れたいという願望と、自分に似合う色を見つけたいという意識が交差し、多くの消費者がパーソナルカラー診断を受けるようになりました。これは、化粧品を単なるアイテムとしてではなく、 自分自身をより美しく見せるためのツールとして捉える意識の変化を示していると言えるでしょう。こうしてみると、平野翔と YSL のコラボレーションは、単なる広告キャンペーンの枠を超え、ファンや消費者に深い影響を与えています。彼の存在感が、製品の魅力を引き立てるだけでなく、消費者が自身の美しさや個性を再発見するきっかけとなっているのです。このコラボレーションが、今後もどのように広がりを見せ、 ファンや YSL にどのような影響をもたらすのか、その行方に注目が集まっています。今後、平野翔がどのような新しいキャンペーンやプロジェクトに参加するのかはまだ明らかではありませんが、彼が YSL にもたらした変化は、化粧品業界において一つの重要なマイルストーンとなることでしょう。そして、その影響力は今後も続き、多くのファンが彼を通して新たな製品やブランドの魅力を発見し続けることになるでしょう。 平野翔と ISL のコラボレーションがもたらした影響は、単なるファッションや美容業界にとどまらず、広く社会全体に波及しています。特に、彼のアンバサダー就任後に起こった、キャンディグローバームの購入ラッシュや、SNS 上でのファンによる商品のシェア、レビューなどは、現代のマーケティング戦略におけるファンコミュニティの重要性を改めて浮き彫りにしました。従来の広告モデルでは、 ブランドが直接的に商品を宣伝し、消費者に対して情報を一方的に伝える形が主流でした。しかし、平野章を起用した今回のキャンペーンでは、ファン自身が積極的に商品を宣伝し、SNS 上で口コミのような形で広めていく新たな形のマーケティングが大きな役割を果たしています。平野章の影響力を背景に、ファンたちは、 キャンディグローバームや YSL の他の商品についての感想や使用体験を自発的に投稿し、彼と同じ商品を使うことで得られる喜びや感動を共有しています。これにより、YSL は広告費を抑えつつ、自然な形で広範囲な露出を実現しているのです。この現象は、消費者が単にブランドのメッセージを受け取るだけでなく、彼ら自身がブランドの一部となり、情報の発信者としての役割を果たすという点で、 従来の広告モデルとは大きく異なります。平野翔を支持するファンは、単なる消費者ではなく、ブランドの共感者として、自らのプラットフォームでブランドを紹介し、他のファンやフォロワーに影響を与える存在へと変貌しています。ここで一つの疑問が生じます。なぜ平野翔のファンは、これほどまでに彼と彼が関わるブランドに熱心なのか。 彼の持つカリスマ性や美しい外見が大きな要因であることは間違いありませんが、それだけでは説明しきれない要素があるようです。それは、平野翔がこれまでに築き上げてきた、信頼と、共感力にあるのではないでしょうか。彼は自身のキャリアを通じて、常にファンとの距離を大切にし、飾らない人柄で多くの人々に愛されています。そのため、彼が推薦する商品には、 彼自身の誠実さや信頼性が込められていると感じるファンが多いのです。彼が98%自然由来成分といった商品の特徴を紹介した際、その言葉は単なる広告コピーではなく、彼自身が本当に信じているものとして受け取られるのです。このように、平野賞の影響力は、単にファンを商品購入に駆り立てるだけでなく、商品自体の価値や信頼性を高める役割を果たしています。 彼が持つ誠実なイメージと YSL のラグジュアリーブランドとしての地位が見事に融合し新しい消費者層を取り込むことに成功しているのですさらに興味深いのは平野省の影響力が日本国内だけでなくアジア全体に広がっている点です彼がアジアアンバサダーに選ばれたことにより日本以外の国々でも彼のファンが YSL の商品に注目し購入する動きが見られます特に 韓国や中国をはじめとするアジア市場では、彼の人気が急速に拡大しており、これが YSL にとっても大きな利益をもたらしていると考えられます。アジア市場は、ラグジュアリーブランドにとって非常に重要な成長市場であり、ここでの成功がブランド全体の成長を大きく左右することは明白です。平野省という存在は、この広大な市場での YSL のプレゼンスを一層強固なものにしているのです。彼のファン層は、 従来の化粧品ターゲット層とは異なり、若者から中高年層まで幅広く、また男女問わず多様なバックグラウンドを持っています。これにより、YSL は従来のブランドイメージを超え、より広範な消費者層にアプローチすることが可能になっています。また、今回のキャンペーンを通じて浮き彫りになったのは、平野賞の影響力が単なる美しさにとどまらず、そのメッセージ性にも大きな価値があるという点です。 彼が YSL の商品を通して発信する、自然由来エコフレンドリーといったテーマは、現代の消費者が求める価値観と一致しており、彼自身のナチュラルなイメージとも絶妙にマッチしています。これにより、消費者は単に美しさを求めるだけでなく、環境や健康に配慮した選択をすることができるという安心感を得られるのです。このように、平野翔と YSL のコラボレーションは、 多くの面で新たな可能性を切り開いていてます彼の影響力は単なるファンマーケティングの枠を超え社会的な意識変革をも促進しているのです今後このコラボレーションがどのように進化しどのような新しいトレンドを生み出していくのかますます注目が集まることでしょうそして彼が次にどのようなブランドやプロジェクトと手を組むのか多くのファンが期待を寄せています 平野翔が持つ力は、今や単なるエンターテイナーとしての枠を超え、一つの文化的現象となりつつあるのです。その影響力がどこまで広がり、どのような形で今後の社会や市場に影響を与えていくのか、彼の活動を追い続ける価値は十分にあるでしょう。